リエン・ヒソルフは、オランダの陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックの銀メダリストである。ヒソルフは、まだ学生だった1926年に、学校において、総高跳びに挑戦したところ、クラスメートたちよりも30センチメートルも高く、跳躍を見せたことから、彼女に、総高跳びの適性があることが分かった。彼女は、その後2年も経たないうちに、1.465 メートルの跳躍を見せ、非公認ながらオランダ記録を樹立。さらに、1928年7月3日には、ブリュッセルで 1.582 メートルの世界新記録を樹立した。この時、彼女にとってまだ2回目の大会であった。同年には、地元で開催されたアムステルダムオリンピックに出場した。1.56 メートルで、カナダのエセル・キャサーウッドに次いで2位となり銀メダルを獲得。オランダ人女性陸上競技選手として初めてのオリンピックでのメダル獲得となった。その後のヒソルフは1929年に 1.608 メートルの世界新記録を樹立。1930年にプラハで行われた国際女子競技大会では 1.57 メートルでアムステルダムオリンピックに次いで2位となる。ヒソルフはこの大会、ドイツのエレン・ブラウミューラーと共に最後の2人となったところで筋肉を痛め跳躍できなくなる。これによりブラウミューラーは優勝が確定する。彼女は飛び上がって喜びを表現した。これに対し25,000人の観衆はブラウミューラーの態度を激しく非難。表彰式では拍手することを拒否。しかし、銀メダルのヒソルフには大きな拍手を送った。ヒソルフは1932年6月には 1.623 メートルの跳躍を見せ、自身の世界新記録を3年ぶりに更新。同年夏のロサンゼルスオリンピックに2大会連続出場を果たす。しかし、結果は4位と振るわなかった。その後、彼女は急激に陸上に興味を失っていき、4年後に引退。代わりに、ホッケーに興味を持つようになった。ありがとうございます。